卵ふわふわ。エッグヤザーの無敵テレビ。ガンガン行っちゃおう。まあそうですね、うん、ちなみにこれ参考になるかどうかわからないんですが、うん、NSC 時代の夏の合宿の時に罰ゲームで数十倍辛いカレーを食べる罰ゲームがあったんですよ。僕おかわりできました。そこまで言っていい。それおかわりしたの罰ゲームを。それじゃもう罰じゃなくなっちゃうからあんまり良くないけど。なんでこれどういう特徴の辛さかにもよりますけれども、もしかしたらだけもちょっとちらつき始めてはいます。いいから飲んでください。そんな時間ありません、はい、では早速一口いただきます。じゃあこれ美味しいだろ。あーなるほど、変えようと思えばいけるかもしれない。おマジで。抱えろ。お客さん抱えろ。いや、抱えるとは言ってないです。少しずつですね。いや、少しずつじゃもう時間ないよ。その具だってまたこんなにたくさんあるじゃないですか。冷静だな。一気に飲んでほしいな。でもこれスープ全部飲んだら史上初だな。そうですよ。飲んだ人いないんでしょ。いない。一気にはいきづらいと思うんですけど、これすごいね。言っていいか分かんないけど、これ多分耳聞こえなくなった人いるだろ、一時的に。え一時的に耳聞こえなくなった人いる。ちょっと待ってください、耳が聞こえなくなるってオーケストラシンガーにとって一番嫌だ。そうですね、オーケストラ芸人なんだから耳聞こえなかったら。でもベートーベン耳聞こえないよ。でもあれもあれも何この食い方。一説なんですけど、なんでお前むせた時水飲むかのようにこの説飲んでるんだ。一説なんですけれども、うん、いいね。なんていう病名だったかな。飲んで。何？ある教え子のピアノのレッスンの際に、うん、そこの音は違うぞっていう風に怒鳴ったことがあるっていうエピソードがあるんですよ。耳が聞こえていなかったにもかかわらず、それはどうしてかっていうと、なんていう病名だったかなあれ。なんかあるんですよ、実際には聞こえないんだけれども感覚的に聞こえたりするものがあるっていう。徐々に減ってるわ。減ってきたマジで減ってきたぞ。まあ、でもその前にベートーベンは最近有力になってるんですわ。ベートーベン鉛中毒説ですけどね。鉛中毒説なんで今回お前のそのクラシック最近の語ってもいいぞ。このラーメン食いやがった。はい、はい、飲んで。最近の、はい、DNA 鑑定で、うん、ベートーベンの髪の毛から鉛成分が検出されたんです。実は生前のベートーベンはワインに鉛水分の入ったガムシロップをかけていたんですよ。誰も興味ねえよ。ベートーベンそれを愛用していたものを飲んでいたがゆえに、ちょっと鉛中毒があって耳が聞こえなくなったのではないかという仮説があるらしいです。一気にラストラスト、お前お風呂飲んでベートーベンだ。どういうこと。ジューベルト、モーツァルト、ベートーベン。ただその鉛中毒というのはすげえ、遺体を解剖した時の汗も腐らないような、あ結構書いてる、汗かいてるわ、汗まみれだこいつ。処置法として鉛成分の入ったものを飲めよ全部。かけ続けたがゆえについていたものではないかとも言われてるだけに、これ面白い。結局はまだついてないそうです。そこが辛いんだこれ最後。いけ最後いけ。ファイト一気にちょっと。おお、いったすげえ。
すげえ。うわ、お前すごい。違う、グーだよ、グー。グーとグーだよ。そうだよ、お前。なんだよ、パーって、お前。汗すごいな。そうっすね。ディシュとだよ、ディシュ。オーケストラ。はい。お前が今日、一番かっこよかったよ。ありがとうございます。あの鼻じゃなくて汗拭くね。はい。おでこおでこ。どうだった辛さ。あのとても辛かったんですけれども、うん、辛さ的には人生で3番目ですかね。おお。じゃあ人生で一番辛かったのは何？本場仕込みの体育アデです。